ニューデザインパラダイスは2004年4月15日から2006年9月22日までフジテレビで放送されていたアミューズフジテレビ共同制作の情報バラエティ番組日産自動車の一社提供アミューズ制作日産自動車提供の知的情報番組シリーズの第3弾タイトルは映画ニューシネマパラダイスのパロディ 前期1年間は毎週木曜24時35分から放送されていたが2005年4月16日放送分からは毎週金曜25時5分からの放送になった番組は矢原ら章介を主催とするデザインラボラトリーによって身の回りにあるもののデザインを新たにデザインし直し社会をより豊かにすることを命題にしていた実際にデザインを担当するのは現在あらゆる 方面で活躍する気鋭のクリエイターやデザイナーで、彼らによって、いかに新たなデザインが生み出されるのかが注目される。また、デザインをし直すのにあたって、参考にするため、その対象が一体どのような歴史でデザインされて、現在のような形になったのか、そして現在では、どのようなデザインがあるのか、現在では、どのように使われているのかといった事象検証、探求。 再確認していた。2005年3月11日放送分でデザインされたコイン届が同年10月3日に北海道東川町で採用されている。この番組でデザインされた作品の実用化はこれが初めてである。そして番組自体も2005年度のグッドデザイン賞コミュニケーションデザイン部門で受賞した。 フジテレビでの放送終了後の2006年12月14日からは、BS フジでも毎週木曜22時30分から放送されていた。また、提供アナウンスは、全に番組からの引き継ぎ要素を持っていた。実際に、デザインされた作品とデザインを担当した、クリエイターデザイナーについては、フジテレビ公式サイト内の番組公式ページ並びに、後日の還元書籍を参照。 ザ・パーマネント・コレクション・オブ・ニューデザイン・パラダイスの様子。ザ・パーマネント・コレクション・オブ・ニューデザイン・パラダイス2006の様子。ありがとうございます。